はいどうも皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは、リュウです。さあ本日なんですが、暗黒界デッキにですね新規カードがいくつか追加されましてですね、久しぶりに、持ってきました。新規カードを2種類追加されておりまして、まずね暗黒回廊というカードですね。これめちゃくちゃ強いんですよね。デッキから暗黒界モンスター手札に加えてその後手札捨てるっていうマジ最強効果持ってるんですよ。これで暗黒界デッキの最強初動になってまして、これ引けたらめちゃくちゃ強いですね。ただこういのカードの問題点としてまず一ターン1枚しか発動できないっていう効果があります。これ暗黒界って結構単一ないカードが多い中で、暗黒回廊がまずそもそも単一があるっていうところ、そして暗黒回廊って暗黒界カードではないんですよね。世界の界じゃないじゃないですか。回廊の界って回るでしょ。だから暗黒界カードじゃないから、例えばそのスノーとかでサーチができないんですよね。これが結構痛いんですけども、まあもちろん三積みする構築もありだと思うんですけど、個人的にはまあ1枚しか発動できないしサーチができないというところもあって、あと暗黒界って別に暗黒回廊なくても別に回るんですよね。なんでかっていうと未回帰っていう最強の展開、カードかつ暗黒界を捨てるカードがあるんでたくさん。だから未回帰暗黒界ギミック使うと、やっぱこれ別にそんな3枚もなくてもいいかなっていうところがあるんでね。てかなんか3枚も入れるカードじゃないかなと思ってるんで、個人的にはだからなくても回るから別に。だから暗黒回廊はちょっと今回は1枚にしまして、でエクストラに追加されている融合モンスターをちょっと今回は紹介したくて、超絶ロマンかっこいいモンスターなんですけども、暗黒界のマシンレインプラス暗クマ族モンスターかける2体以上で、作れますというモンスター、攻守ハテナです。でこのカードを融合召喚したら相手のフィールドのカードを全部破壊すると。暗黒界っていうのはこの当局っていうカードで融合していくんですけども、基本的にはこれ速攻魔法になってまして、速攻魔法で融合できるんで相手のターンに出すこともできます。なんで相手のターンにこれ出して相手のカード全部パッていう動きが可能なんですね。で、このカードの元々の攻守が素材の数かける1000ポイントになるんで、カラレス君がね一応墓地除外してこれ当局って融合召喚できるんで、カラレス君が最終盤面で出てくるとなんか打点余裕で8000とか超えるんですよね。8体素材とかにすれば余裕で8000超えるんで、なんでワンキルも可能という風なデザインになってますね。で一応おまけ効果で自分が相手のターンに表側のカードを対象に取れなくしながら、手札1枚捨てるっていう方法もあるんで、これで暗黒界の効果を起動していくっていうことも、できるようになってます。だから、まあ、一応カラレス正直多分なくても勝てるんですよ暗黒界って。まあ、今回採用してるギミックはもう最強ギミックと言われているこの超魔人移動を相手の場面に送りつけてロックするっていうギミックをね採用してるんですけども、暗黒界って結構簡単だからこれをするのがこれ採用してるんですけども、まあ、一応カラレス組んで相手のターン全部っぱとか、まあ打点めっちゃ高くしてぶん殴るとか、まあ、こういう動きが、できるなったよというところで、このデッキ使っていきたいと思います。早速、はい、やっていきましょう。デュエルスタンバイ。新規カード1枚もないですけど、これ大丈夫ですかね。暗黒回路ターン制限あんのかな。うざいよね。てか正直さ、暗黒回って暗黒回路なくても回んだよな別に。正直まあ入れて俺は1枚だと俺思ってるんですけど、暗黒回廊っていうカードね、まあ、強いんだよね。めちゃくちゃ強いんだけど、別になくてもまあ回るから3枚入れるカードじゃねえんじゃねえかと思ってるんですけど、ちょっと暗黒界のプロに聞いてみたいですね。捨てるカードあるからこれはスノー。はい、さあお相手紙なんかありますね。これ増殖する G かなんかもう握ってるんだったらもう打ってほしいんだけどさ、無限攻撃欲しいんねえかこれ。今モンスター出てるからな前に。無限抱擁はちなみにまあ当たりどころによってはちょっときつかったりするんだけど、セルリーとかで一応ケアできるんで手札によってはね。はい、セルリーちょっと引きに行くか。スノー、はい、なるほど。いやー、なるほど。まあそれでも一回蹴るとか。これ一旦さ、あれだよね、セルリをなんとかして持ってきてさ、でこれレインじゃないですか。でさ、これでさ、手札抹殺、いや、ゾウジーだったら絶対キル取ってた可能性あるな。なるほどね。まあこれで一回ゼンタを回収して、はい、でレインちゃん特殊して OK。 あーもうもんねえのか。手札抹殺セットか。
もんないらしいわ。チュパカブラ行くしかないな。これちょっと当たってほしい。オッケーオッケー、当たってはいく。でチュパカブラ特殊1枚ドロー。あぶねぶねぶね。ちょ捨てるカードが意外とないぞ。で特殊感オッケー。てかあれか、これさっきあれかグラファー持ってきたら一応融合できたのか。これね暗黒界ってねマジでね回し方むずいんだよね結構なんかマジで俺めっちゃ回し方多分下手くそだからちょっとねご容赦いただきたい。いや多分ここ打ってくれると思うんだけどな。無限包囲終わったら一旦打たせに行きたいんだよね。うん、さあ、カードを、2枚ドローして1枚捨てるという効果を起動したいんですけど何かありますか。まあそうだよね、はいはいはい、ここは打つわな。ここはさすがに打つ。 OK、 こっからか問題は。一回下マーカー作っとくか。下マーカー作るデスキャー OK で、あまだなんかあんな、まだなんかあんな、なんだろう。もうあとエフェクトフェイラーとかですかね。無限保有2枚目とかそっち系か。または無限保有2枚目はありえるな。未開期のチュパカブラを爆発させていくしかない。で同局捨てられる。でチュパカブラが特殊召喚され、捨てるカードが、いや来た来たぞ来たぞ。よしこれで当局の効果回収。これセルリケルトできますね。さあセルリケルトができると何が起こるかっていうと、無限包容をケアしつつ無限包容をケアしつつケルトを捨てることができる。はい、でケルトが相手の効果で捨てられた場合の効果、自分が特殊召喚されて、デッキから悪魔族モンスターを特殊召喚できる相手のフィールドにな。暗いこれあげちゃう。結局これが一番強いのよマジで。一回ちょっとセキュリティするか。セキュリティ押して、でいやこれもう多分無限ホールだったら売ってないから、これとチェーンショーもエフェクトベーラーかな。ああ、そうだね、はいはいはい、 OK 了解です。無限エフェクトベーラーごときでね止まるデッキではないといったところですねこれ。はい、セキュリティドラゴンでバウンスはできませんでしたと。でレインの効果でもう一回ケルト戻して特殊召喚する。どこでいいの、ここでいいか。はい、でトライゲートウィザード一回出し行って、ゲイで抹殺。いやもうこれあれか、デスキャスター使って悪魔族しか出さないよこれ。もう多分これ悪魔族しか多分出さないと思うんで、ケルトを蘇生させて、スノー特殊でケルト効果特殊でレイン効果、スノー戻して特殊、抹殺しに行きますか。抹殺しに行く、一応セットして抹殺しに行くか。セットで抹殺あスネークアイだな、スネークアイ OK、 スネークアイで、スノー効果、ケルト効果。さああとウララとかゾージーとかが引かれるかもしれないんですけど、あー OK、 G ですね、了解しました。まあ抹殺確かに打ったからもうね、まあ、G ぐらいは投げてもいいかみたいな話かな。いやちょっとあと2ビルが怖えな。でスノー効果、なんか2ビル出せねえか、大丈夫だ、蹴れ蹴れ、井戸を送りつけてるから 2ビルも出せねえや。つまり怖いものほぼねえわだ怖いものほぼないと思う。で反逆の財宝で井戸をね押し込むのは多分不可能なんで、でトロイメアフェニックス出して、はい、まあ、これでこれだけ出しとく、まあ、じゃあ除外して、ちょっともうドローうざいな、なんかもう最悪なんか禁じられた一滴とか入ってる可能性も一応あるからな、一応これでいいや。はい、まあなんかできるもんなら動けるもんなら動いてみやがれバカだねあちなみに
トレバーフェニックス総合リンクだと、総合リンク状態のモンスターが戦闘で破壊されないっていう効果ありますんで、あ、メインフェーズ終了前はいいよ。今、リンクモンスター何殴っても戦闘では破壊されません。なんで、井戸で何殴っても別に大丈夫と。はい、別に大丈夫というところですね。さあ、井戸ロッカーを解除できるんでしょうか。おっと、カード調整セット。ちなみにディアベルスターも特殊ができませんからね、井戸がいるから。ちょっと一応当局の効果を発動しまして、相手の後ろを割りながら、ちょっとまあ通常トラップカードとか魔法カード、モンスターの効果一応無効にしに行こうかなというところですね。はい、横、まあ、自爆特攻一生ケアしなきゃいけないから。はい、でグラファー効果後ろ割ります。スノー効果サーチ入れます。キッショコレッキー。ちなみに増字でどんなにカード引かせても相手にイドロックさえ決まっちゃえば大体なんとかなるんですよ。なんで結構イドロックしに行くのはおすすめです。もう増字打たれても、ね、止まらないで相手の妨害に恐れずに、イドロックさえ決めちゃえばニビリも打ってないから。うん、で、まあ一応トライゲートウィザーの効果で、後ろ除外したいんだけど、なんかある？あ、抹殺？なるほど。抹殺何抹殺すんだろう、これ。わかんねえな。何抹殺されても別に困んねえぜ、このデッキ。ちなみに手札誘発0枚だからね、これ。こっちのデッキ。増殖する字も入ってなければ、裏路も入ってねえし。はい。なるほど。なるほど。まあこれで、ゴミを掃除する感じかな。はい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 、いいでしょう。なるほどですね。墓入ってるわけないだろ。墓なんて入ったけど。はい、戻して、はいね、もう一回戻して、これ打点足りてそうだなこれな。はい、なんかもうバカ、なんか余計なこと考えないで普通に殴ったら勝てそうだけど、これ一応こうしてサーチ入れるか。はいはいはい、で相手のターンにやりたかったことを一応最後にお見舞いして、暗黒界の当局を発動する。で当局の効果で墓地のあのモンスターも除外して融合スターにできるんですけど、暗黒界のレインってやつが今回ちょっと入ってまして、まあそうすると何が起きるかと言いますと、新規モンスター暗黒界の混沌をカラレス融合召喚、カラレスの効果を発動するぜ。これで相手のフィールドのカードを全部っ放バババーン。これがやりたかったんですけど、相手のターンにちょやんなくても勝てるっていうね。はい、バトルフェイズ。はい、やっぱあれだな、新規実装されたけども、多分なんか新規なくても別にこれで勝てるな。はい、なんでかっていうと超魔人井戸が超強いから。まあ、後手はもうなんか手数でゴリ押すしかないんだよな。未開機とかあゴリゴリに使ってなんか展開していくしかないんですけど、まあ、何でも無効系が結構構えられるとちょっときついんだけど、なんか無効系が少なければなんか意外となんとかなる。なんかその出てきたモンスター破壊するとかそういうのがだったらなんか意外となんとかなることもあるんですけど、はい、無効系一番辛いですね普通に。はい、あ転移です、ね、あ転移総研ですね。はいはい、どうぞ。転移総研は普通に無効系なんか 2枚以上は構えられるの、まあまあきついなこれ。プロートスだけマジで勘弁してほしい。プロートスだけマジで勘弁してくんない。プロートスだけは本当に勘弁をしていただきたい。さあ1200バーンをかまされて、まあライフはどうでもいい。あーオッケー、プロトスはない、耐えたー。超魔人井戸来た、弱え。もうこいつ手札に来た時がもう本当腹立つんだよな、マジで腹立つ。で未開機のジャッカローバー発動、バロネス効果。使えるわけない、使ってくれるわけないか。これ捨てるカード弱い。あーでもレイン捨てられるな、一応レイン捨てられるのはまあまあでかいぞ。さあセルリの効果が発動される。さあセルリの効果が発動され、手札からカードを1枚相手の効果で捨てるという効果になるぞ。さあどうする。
これうざいだろうな。あー、なるほど、オッケーオッケー、無効系こう入ってくれた1枚了解です。あ、ビッシュだね、オッケー。セルリの効果を無効にして、なるほどね、暗黒界分かれてたな、これ。セルリの効果は確かに危険ではある、非常に危険、ディモールと危険。サラマングレイとカタライ、サラマンデルカタライザー効果。レインを相手に見せつけて、どっちか捨ててどっちか特殊召喚するよ。オッケー。で、特殊召喚するのはもちろんカタライザーで、レインが捨てられた場合の効果。さあ、あ、うらら、いやー、なかなか強力な盤面を敷いてきている。これ三妨害乗り越えられたら神だな。三妨害乗り越えられたら面白いよな。いやー、これ暗黒界の門発動すんのか、これ。でもしないといけないよな。これ 2V1 なんだよな、これ。あー、これ全部妨害踏んだか、一応。あの後ろのカードなんだろうな、無限抱擁か。まあ、案件装填だったらだいぶやばいけど。で、未開機のチュッパカブラ発動。チュッパカブラ効果。あ、井戸捨てられる。OK。一応当たったは当たった。当たったは当たった。セルリー。なるほど。これ人影するしかなくね。これ何や、あの伏せカード。じゃあもう大体無理なんだけど、あの伏せカード何でも。墓穴だったら撃ってそうだよね。墓穴だったら撃ってそうだから、墓穴じゃないってことは無限抱擁か双剣暗転か、まあ、抹殺とかだったら嬉しいね。うん、だと思うんだけど。さあ、時知らずのデュガレスの効果を発動したいんだが、よろしいか。2枚ドロー1枚捨ての効果発動するぞ。どうする、どうする。あ、なんか通った、通ったな、通ったの。でけえな、あれなんだろうな、あれなんだ、あの伏せカード。抹殺とかですかね。じゃあ無限抱擁とかだったら絶対打つよね。双剣暗転でも多分打つと思うんだよな。で、セルリー、さあセルリーの効果でレインを捨てるぞ。ほら、レインの効果発動で、デッキから手札に加えるのを、まあ、グラファーするしかねえか。で、グラファーで荒らしに行くしかねえな。まあ、蹴ると、まあ、あれだ、全部っ歯を発動しに行ってもいいけどな。当局引いてないけど、まだ。さあ、モンスターを特殊召喚していく。まあ、もちろんレインがいるので、これは、ゼンター出しに行って、レイン特殊して、みたいな話かな。これ自分だね。まあ、捨てるカードがもうないんで、回収しに行くしかないですね。さあ、暗黒界のマシン王レインを、ゼンター戻して特殊召喚。オッケーで、ゼンターの効果を発動。手札からぶん投げることによって暗黒界の門を回収することができる。オッケー。そして暗黒界の門を発動。そして暗黒界の門の効果。あーあ、暗転だったの、マジ。ちょっときついな。でも発動しなかったんだ。それ絶対デュガレスで発動した方がよかったと思うけど。デュガレスぶっ殺されてたら多分止まってたぞ、俺それ。なるほど。なんか、あれから警戒したんだろうな、多分な。反応1枚とかあったと思うんだけど、俺、デュガレスが着地した瞬間。なるほどね。まあ、でも辛いな、普通に。てか、相手何妨害あんだよ。やべえだろ。妨害数多すぎだろ。バロネス、石器章、うらら、暗転、死ぬほど妨害あるやん。でもなんか返せそうじゃね、なんか返せそう。なんか4妨害乗り越えてワンキルできたら楽しいよな。それは遊戯王は神ゲーって言えるよな。さあ、ケルトの効果も発動するぞ。よし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 。モンスターめちゃくちゃ、モンスターめちゃくちゃ並んできたぞ、おい。来た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 。そろそろ当局引いてくんねえか。当局引けねえから、当局。未開機の。いや、これ一回、これアカシックマジシャンするの結構ありか。これ捨てるカード、不足オブザイヤー発動してるから、これ多分こうだな。こうして、で、これ、縦列、全部戻るんで、これ両方戻って帰ってくるんですよね。まあまあのインチキ具合。で、未開機のネッシーの効果を発動するぜ。さあ、あ、おい、いいよ。今のところいい。まあ、本当であれば、今のところはセルリーが良かったとかいう話あるけど。さあ、こうして、で、特殊が、当局来た！当局来たぞ、当局！
当局来たのでかっ、さすがにでかい。はい、なるほど。まあ一回トロイメニコ、でもさ、これさ待って、あのカラレスしたかったんだけどレインいねえし、っていうかこれバウンスしたら勝ちなんじゃねえか疑惑あんな。やべえ、ちょカラレスで全部っ走ってなんか殺しに行こうと思ったんだけど、当局やべえ、なんか全然全部っ走しなくても勝てる場面になっちゃった。本当はねここでね、そのカラレスをね、これスノー捨てるじゃん、でスノーでさ、あのこれレイ持ってきてさ、なんかカラレスしに行くみたいなさパターンだったんですけど、脳内ではちょっとこれグラファ持ってきた方が強いっすね正直。あれあれ、新規モンスターどこ行った、新規モンスターどこ行ったんだこれ。はいで、はい。なんかわかんないけど別になくても勝てるや、やっぱり。ケルト効果で、グラファ効果で、セレリー爆破して、はい、バリーン。どうしようか。だから4妨害まくってこの盤面作ってんのさすがに強すぎやろ。まあ、2ビルあったら多分さすがに発動してるから、まあ、一応、まあ、戻しておく。まああんまり関係ない気がしますけどね。はい、まあ、手札が2枚あるんで俺は全力で展開しますよ。はいはいはい、バトルか、殺すか、そろそろ。はい、かませ、よし、いける。対戦ありがとうございました。ちょごめんからカラレス君、チミいなくてもやっぱ勝てるかもしれんわ。あー、なるほど、まあ、捨てるカードと捨てられるカードが揃ってはいるんで一応動きはしますけども、無効系をたくさん並べるのはやめてくださいといったところ。竜の警告、今現代遊戯王でなんか手札誘発0枚のデッキってなかなか珍しいよね。あんまりこのなんだろうな、あの手札誘発0枚でなんかそのぶん回すみたいなデッキ、このデッキくらいしか知らない。あ、まあメタビとかも一応そうか、メタビもまあゾージーぐらいは入ってる気するんだよな。マジでね、あの暗黒界で本当捨てられるカードと捨てるカードが一応揃い続けないとダメなデッキだからさ、一緒2枚コンボやってるデッキだからさ、 ABC じゃん、めっちゃ珍しいな。なるほど、あ、警告相性いいよね、確かに。あのエンシェントフェアリー出せるからこのデッキ、相変わらずありえん量の展開力してんなこのデッキ。マジで終わってるわ。ヘルフレームバンシーだと、何スネークアイ展開でも始めんのか。炎族モンスター一体をサーチできる効果、または墓地の来るという効果。やべ、ちょっと待って待って、なんかネメシスとかいう作業モンスター、ネメシスフラッグ来た、やばい、ネメシスフラッグ来ちゃったぞ、ネメシスフラッグだと。確かにこれ除外ゾーンから回収できんの。あ、除外ゾーンか、除外ゾーンにカードがあるからこのデッキ、まあまあ相性いいな。やばい、世界終了のお知らせかこれ、なんかアークネメシスプロートス相手サーチしてるぞ、やばい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 やば、なにこのデッキ最強かよ、僕が考えた最強デッキ、やめろマジで。未来リオまで出んのこれ、あ、すごいね、あ、すごいね。マスカレーナフラッグギガンティックチャンピオンサルガス、なんだこれ、あ、ウーサー、ウーサギ出てくるで、あ、 ABC、 ABC 出てくる、バケモンやんこのデッキ、バケモンすぎないこれ。いや、バケモンなんだけど、いや、そのそれが一番やばいわ。ちょ待って、それが一番やばい、このデッキに対してのね、アークネメシスプロートスはね終わりないよ。ちょ、宣言風で、宣言風で、宣言風でお願いします、風で。じゃ違う、ちょ待って、ちょ俺のデッキ闇属性しか入ってないよ、闇属性特殊召喚できんかったら終わりなんやって、デッキの中に闇属性しか入ってんだから、これ僕が考えた最強デッキすぎるだろ、この盤面クソ強いじゃねえかよ。組むか、